埼玉平石和夫選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。まず、モーターの話行く前ですね、はい、ちょっとお話聞きたいのが賞金ランキングなんですけど、ねえ、ちょっとそうなんですよ、はい、もうね、後がないんで、今月の失敗というところで、今年ね、なんだろう、そんなにと思ってたら、うん、結果がね、まあ、シビアに出ちゃうんでね、うんうん、チャレンジカップのボーダーまで、本当あと一押しっていうところなんですけど、ね、それも頭の中ありますけど、ね、はい、やっぱりもう優勝したいなっていうのがあるんで、そうですね、地元のね、G1レースで。はい、まあ、今年はトータの東日本復興、うん、その後、ね、福岡の MB、そうですね、で平和島のダービーと、実は得意なところで、ね、本当にちょっと残念な形で、うまく乗れなかった、乗れない、調子乗れなかったというか、うん、なんか今、うまい具合にいかないもんね。その分ね、この地元のね、G1 レースでね、ガツンとこう、行っていただきたいなっていうのが強い思いますけど、はい、ヒーターエンジンが、27% は取れてないね。そう、東日本の時の輸出の長岡選手のエンジンなんですけども、今日の全権は、今村さん以外だったら悪くはないかな、今村さんがまたいいモーターなんですよね。なんで足技でもね、結構勝つ人もいたんで、はい、まあ、あとは明日はペラの、ね、うん、選択だけで、はい、うん、なんとなくバタバタしないでも、うん、まだ他との比較は分からないので、はい、うん、今村さん一人が別格だったらまだね、いいですけど、うん、そうじゃなかったな、うん、まだ基本とかじゃちょっと掴めない部分も、うん、そうですね、うん、まあ一枚のいつも使ってるペラじゃない方のがいいかな、うん、いいかなっていう感じで、まあ、エンジンはね、調節ないですけど、はい、動きそうな雰囲気もありますし、そうですね、調節、うん、以上に動いてると思います、うん、はい、それより何よりあと気持ちの方でっていうのが、ね、だいぶ強いと思いますが、うん、ね、急には変われないかもしれないけど、ちょっと意識変えていこうと思ってる、はい、うん、じゃあいつもようにカメラに向かって最後一言お願いします、はい、優勝し目指して頑張ります。応援よろしく。平石和夫選手でした。ありがとうございます。どうも。はい、地元埼玉支部佐竹智樹選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。地元の G1 は初めてということですけど、はい、初めてです。全権日を迎えて今のその気持ちの方をちょっと一言で伝えていただけますか。まあ嬉しいのと緊張するのと半々くらいですね。G1 の方はね、この前2の方を走られていて2度目になると思うんですけど、はい、やっぱり雰囲気一般戦とはちょっと違いますか。そうですね、やっぱり違いますね。今回同期の、ね、はい、リーダー格の選手も福岡の選手も、ね、いるんですけど、そういう G1 の この話とかっていうのはいろいろこれまではされては あんまりしてなかったですか。そういう話はしたことはないんですけど、はい、今日実際東大入られて、はい、まあ、一緒にあんまり走らない選手もいたのが緊張感のもとっていうか、はい、そうですね、うん、やっぱ普段一緒に走ることがない選手がいっぱいいるので、はい、うん、来るにあたってなんかその、はい、自分の中で目標の設定とかっていうのはしました。いや、目標の設定ですか、まあ、とりあえず2で1勝できなかったので、はいはい、まあ、とりあえずは一勝することです。証明を上げたいというのがありますよね、はい、でさあ今日全権日でしたけども、その特訓試運転、はい、その足の方の感じいかがでした。足は悪くないと思います。いつものプロペラっていう感じで、はい、いつものプロペラです。しっかりとじゃあ足の方は切れて、はい、ハンデの比較っていうのははそんなに別に大差ないです。今足の仕上げっていうのはどういう方向性で、はい、やっぱり乗り心地ですか。そうですね、乗りやすさ、うん、乗り心地をまず最初に来さして、うん、まあ、その後、まあ、どっちかに振る感じですかね、うん、はい、ここから足の本当の足って方につけてどっちかで、はい、足でも伸びても来てくれればという感じで、はい、そうですね、はい、じゃあ今節そういうのをうまく仕上がってくれればという、そうですね、はい、最後になりますが、じゃあファンの方に力強いメッセージをお願いします。まあ、地元なんで、まあ、一生はもちろんですけど、もう準優乗れるように頑張りますんで、よろしくお願いします。はい、佐竹選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。